俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。まったく、のっけから最初は待ちな。だって他のプレイヤーたちがいっぱいでレベル上げなんてできたもん。それは大丈夫。キリト君、準備はいい？行くぞ。
行くぞ。リンカ回復してくれ。行くわよ。回復するんだ。これで決めるわ。リンカ行くぞ。行きますよ。くらえ。次お願いします。これで決める。ナイスレイ。駆け抜けるわよ。駆け取りできる。スイッチ行くぞ。ソードアートオンライン。それナーブギアは脳に直接信号を送ることができる。プレイヤーはあたかも自分がゲームのフルダイブと呼ばれるその技術と、 SAO は VRA。 開発者の茅場明彦はマスコミに対し、これはそして正式サービス開始の当日、茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。さらにゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳に、プレイヤーは本当の死を迎えてしまう。デスゲームと化した仮想空間から出る方法、それは100の階層から構成されるゲームに閉じ込められた1万人のゲームプレイヤー。そのプレイヤーたちは仮想空間を現実として捉え、最終ステージである100層にて、茅場が扮していたヒースクリフ。こうしてプレイヤーだけでなく日本中を巻き込んだ事件は多くの。でもここは SAO。 今日からベータテストが始まった新作 SAO では、空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台。なあ、どこまでこの世界で。ま、そっち、ま、リズ、ま、ここに戻ってくるまでに寄り道したい場所がいくつかあったけど、が、うん、偉い偉い。アスナ、 SAO で幾度も行動を共にしたフェンサーで最強ギルドである、ケツメギルドで起きた問題により、俺は命の危険にさらされるも、システム上での結婚を果たし、俺たちの関係は、甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的。確かにいろんなショップを覗いてみたくなるかも。そう
SAO でしょ。リズベット SAO ではいわゆるムードメーカーで冗談を言うことも多いけど、これだ。マジシリカ SAO では珍しいビーストテイマーで、連れ添っているフェザーリ、そのピナが一度命を落としてしまい、それでは。ああ、お、来た来た。ヤッホー、みんな。悪い、二人とも。大丈夫だ。俺とクライン、 SAO で一番最初に知り合ったやつで、でも風林火山というギルドでリーダーとして仲間を引っ張るな。それよりそっちは早速フィールドで遊んできた。ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュ私も早くゲームを始めるためにご飯のというわけで、へいへい。リーファ、俺の妹で本名はスグハという、小さい頃から続けている剣道で全国レベルになるなど。くー、リーファッチの手料理を。いや、妹だから。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。あのな、もう茶化すの禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理好き。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこい。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べな。あ、誰かのために思いを込めて料理した方が。アスナ、急に二人の世界へ。言ってないよ全然。なにやって。お、いたいた。よう、みんな、ここでもに。おお、エギル。エギル、 SAO では初期から共に戦ってきた戦友。現実世界では奥さんと二人で喫茶店兼バーを営んでいて、俺たちも。嫁さんが気を使ってくれたな。先に仕事を上がってきたんだ。大シーカフェのお仕事ですよ。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をし。じゃあ近いうちケーキを食べに。ご来店。エギルが来れたのは意外だったけど。うん、それじゃあ。よし、ガンガンモンス。私も遅れを取らないように頑張ります。私は町の早速装備のみ。そうじゃなくて、この町ってなんていうか、鍛冶屋になるために初めて自分のその武器を。お、ほんと、さあ、立ち話もいいけど、街を回るもよし、オリジンの世界を。Thank you.
この町で一番大きな。あの芝生の上で寝転んだ。君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。なんかけど君のそんな姿を見る時々ここで一緒。まあけどアスナってそれって普段はあんな風に寝続けたりして。わかってるって冗談だよ。さあ散歩の続きをしようぜ。会話するにしてもまあそれが MMO らしさだって。もうそういうこういう場所があればちょっとした時間で。ああそえ嘘。ちょっとにかくどんな。ああ、おい、まやっぱりショッピングエリアだけあってここは賑やかだね。武器屋に防具屋、プレイヤー適当に歩いて。やっぱ RPG といえば武器が大事だよな。まずはお使い系クエストで資金。俺も SAO の時はまずじゃあお店。ああいらっしゃ。武器を見せてもらいます。どうぞご覧になって。お客さん他にも。はい、どれどれ。やっぱ SAO のデータを。どうしたの。いや、店員の子が気になる。ちょっとそれってどう。ああ違う違う、なんていうかアスナとのやり取りが自然だったと思う。 NPC ってあまり会話のパターンが豊富じゃないだろ。言われてみれば特に意識せずに普通に。NPC がそうかもしれないな。それより、
り立つわ。でもそこから先へ踏み出したことでみんなと出会う。先へ踏み…オリジンではどんな楽しいことが起きるか体…これはこれは商売のネタにな…よう、街の中を観光か。お、あ、アルゴ SAO の時から情報屋として有名で売れる情報はな…しかし彼女の情報によって俺を含めた多くのプレイヤーが助けられたことは間違…アルゴさん、結局このゲームをやる…いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから迷うけど、どうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘って。しれっと適当なこと言うなって。情報やアルゴがいるといな。うんうん、このゲームでもよろしく。なんかすごい歓迎ムードだな。それはさておき、街のいろんなところを見つつそろそろ…それなら俺っちがクエストの情報…もうクエストの…ゲーム開始から数時間が数時間しか経過していないですよ。この商売に早く。今回は回転サービスとして。そういうことなら。うん、これくらいどうって。情報提供はいつでも受け付けているから任せてください。
せ。これで決める。一緒に行くよ。一緒に行くわよ。
いいぞ。どうかした？